明日の心さんのインタビューです、テーマ、投げかけなければ何も返ってこないのかっていう質問なんですけど、うん、その通り、うん、自分が投げかけたものが全て自分に返ってくるんだよ、うん、例えば分かりやすく言えば、自分がこいつなんだよっていう思いがガーって言ったら、それがガーって返ってくる。他の場所からいろんな角度を変えながら返ってくる、うん、それは愛情もしかりなんだけど、例えば自分が愛情が欲しい欲しい欲しいだからちょうだいよ、そういった意味では自分は愛情をもらっていない、自分は愛されてないっていう思いが本質的にあるんだよ。だから愛情がないことを欲しいんだね、了解って言って、愛情欲しい欲しくないことを上から来る。だからそれを引き寄せてるのは自分なんだよ、うん、だから自分が思い通りになってないって思ってることは全て思い通りになってる、うん、だから愛情欲しい欲しい、彼氏が欲しい、旦那さんが欲しい、そして彼女が欲しい、うん、パートナーが欲しい、お金が欲しい、欲しい欲しい欲しいって思ってる限りは来ることがない。なぜか了解、欲しくないことを学びに来たんだよね、味わいたいんだね、うん、じゃあそれを味合わせてあげるよってやってるからそうなるよね、うん、な、忙しい忙しい忙しい、あ、忙しいことが好きなんだね、了解で忙しいことが続く、うん、あ、自分はもう頑張らなきゃいけない、もっと頑張らなきゃいけない、もっと頑張らなきゃいけない、頑張りたいこと好きなんだね、あ、了解で来る、うん、だから周りのせいでもない、誰のせいでもない、うん、自分が今どう感じどう生きているか、それが具現化されてる、うん、口で言ってたとしても、でも心の奥底で自分が言ってることが返ってくるから、自分の心と魂と体は嘘つかないっていうことはそういうこと、うん、引き寄せてるのは自分自身、自分が引き寄せてるから全てくる、だから全て波動はつながってるっていうのはそういう意味、うん、自分が投げかけた波動ものは全て返ってくる、うん、ただそれだけ。ありがとうございました、うん。